どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。東側にはとりあえず飛んでは来れたので、もう少しってことですね、目的地までは。ただ、まあ、こんまますんなり行くのかというのも気になるところなんでね。まあそこは確認しながらやっていこうかと思いますが。さあ、今回はどんな夢を見せてくれるのか。何の日だ。今日は特別な日になるはずだった。ママがああならなければ。君はまだ生まれていないけど、ろうそくは多い方がいいだろ。もうすぐ君をこの世界に誕生させてあげる。本当にね。そうしたら本当の誕生日を祝おう。ベビー、誕生日おめでとう。さあ、クリフトの思い出でしたね。で、口笛も吹いてましたね。サム、配送端末で依頼を受けてくれ。ほいほい。その前に、あ、受注しないとダメか。さあ、最後はフラジャイルのミッションという感じになるのかな。その荷物は水没注意だ。くれぐれも荷物が水に浸からないようにしてくれよ。マジか。この画面ではっていう感じか。なんかあまり機能してない感じかな。あ、やっぱリサイクルとかできない感じか。そしたら、一応これでいくか。水につけたらダメっていうのもね。しかも武器生成できないんだね。それもそれできついね。まあとりあえず車に乗って移動しますか。なんかどんどん作ったものが、今までつなげたものが使えなくなっていってるって感じだね。とりあえず。どう行こっかな。まあ、ミュールがいるのは間違いなくて、いや、これはすぐ車を降りる感じになりそうだな。ちょっと待った。 BB が全く。
全く回復してない。お、親密度が4。いやー、なんでだろうね。プライベートルームの機能があんま機能しなかったってことか。さあ、もうちょいもうちょい。やっぱナイスって聞こえるよね。さあさあ、もうちょいかな。うん、ここまでだね。よしよし。さあ行こう。頑張ってください。水に濡らさないようにね。この辺りではしばらくの間ひどい時雨が続いている。ほう。おかげであんたが今まで建ててくれた建設物も全滅だ。嘘やろ。建設物の中に入っていた荷物はどうにか回収し、キャピタルノットシティ内の配送センターに保管しておいた。だがカイラル通信が不安定なんだ。おかげでカイラルプリンターを使うことができない。せめて誰かの助けが借りられればいいが、思い当たる相手はいないか。くれぐれも気をつけてくれサム。あんたは俺たちの希望なんだ。マジか。しかも真逆だね。そういう感じか。そしたら他の世界のサムとつながるしかないね。しかもこっちの方は道路っていうものがないからね。そうか。やつらがいるか。あの橋はここだもんな。おー、マジか。そういう状況。それは避けていきたいね。しかも銃がそんなに使えるかって言われるとそういう状況でもないからね。いやー、でも行くしかないか、この感じは。しかも色が金色だね。だいぶカイラル結晶こういうんじゃないか。おお、引けるんだね、一応ね。
爆発型か。ドン。さあ、どけどけ。こっちは到着しないといけないんだ。また君か。すまんが逃げさせてもらう。痛い。いやー、そこまでいけるか。まだ座礁地帯抜けてないか。よしよしよし。やばいやばいやばい。荷物が。いやー、もう純粋に引くっていう感じでいいね。よしよし。抜けたから OK と。あったあった。いや、やっぱあの攻撃食らったら中身ダメになるよね。てか武器も作れない状況でってなかなか厳しいよね。あの橋は渡らなくていいな。いや、渡った方が後々と楽か。そうなるよね。いやー、にしても結構車暴走すんのよね。ボタン押してなくても勝手にブーストしたりとかたまにあるんでね。そのあたりがちょっとつらいね。さあ K2 久しぶりだな。プライベートルームに行って。そして戻ってくると、とりあえず車を一回修理しておいて。あ、やっぱダメか。
ケースはいいか。なるべくね、武器を持ってる状態にはしときたいよね。で、どこに背中か、ちゃんと積んでるね。よし、あとはルート通り進めば OK。 行ってらっしゃい。あ、作った橋が完全になくなってる。で、これミュールがいるのかどうかだよね。また出てくるか。頻度が高いな。あ、やっぱりボス戦か。いやー、頻度はやばい。やばいやばいやばい、めっちゃ来てる。もうここから抜けていこう。いやー、めっちゃ近くいるか。いや、離れたね。よし、オッケー。回復はしないか。そしたらルーを。いやー、結構やばいな。車も強制的に降ろされたしね。あれは結構つらいね。さあさあ、もうちょいもうちょい。何があるから最後まで分かんないからね。なるべくルーの状態は良くしておきたい。よし、BT ハンドガンは同じ弾数か。さあ、まだ来るか。
うい。そのね、グレネードとか使ってもいいんだけど、そもそもね、ボイドアウトの原因になるからダメなのよね。でもなんかグレネードが落ちてるっていうのもね、樹脂はいらない。ちょっとまたルーガス、マジか。とりあえず。ルーがやばい。っていうか急激に下がりすぎじゃない、いくらなんでも。やべえよな。かといって上の方は特に施設があるわけではないけど、そこ行くか。このプライベートルームにちょっと行ってみよう。ルーが回復するかどうかそこからだね。これで回復しないようであればもう仕方ないっていう感じか。ダメだ、もうあやすこと自体できない。ってなるとだよね。そういう流れか。さあ、グレネードは OK か。一旦セーブしておいて、
これでブーストは OK。 あとは走り切るだけだね。でこれプライベートルームのこれ作れるのかな。やっぱ作れないね。急げ急げ。いや時雨がすごいから結晶の数も尋常じゃねえ。おお危な。充電をして、さあ走れ走れ。ん？いや、なんかもう出てくるサインがあるね。しかもお前ら2体か。いや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 、マジで2体どころじゃねえじゃん。やばいやばいやばい。2体だったらまだわかるけど、ちょっと待った、しかも今なんて出た？それは困る。ケースが壊れてもらっては困る。うわー、マジか。抜けろ抜けろ、そこだっけ。はあ、いやーきついよ。普通にきついよ。飲めない。
やばいなぁ。めちゃくちゃ激しくなってる。めっちゃ警報聞こえたんだけど、やばいな。ちょっと整えるか一回ね。さあ準備できた、行くか。いやーでも自分が仕掛けたもの全部なくなるってもまた考えもんだよね。ここでこう周りとのつながりを実感するためにという演出でもあるんだろうけど、武器の生成ができないとか結構つらめな気はするね。あの橋を渡ればもう少しでたどり着くんじゃないか。よし、二段ジャンプ。こんだけの荷物量を持って二段ジャンプってなかなかだよね。今更だけどね。ん？なんだこれは？雷すげえな、音はするのよね。マジか、ここに来てか。うわ、めっちゃでかくね。しかもクジラか。うわデモゴルゴンじゃねえかやべえな、あの口の3つの開きは。本当嘘だろうっていう話だよ。あ、倒す感じかな。とりあえず持てるだけ武器は持って、高いところに避難。とりあえず、ダメージは入るけど、すっごい微力だね。どういう攻撃してくるんだろう。そうな気がする。先に開いておこう。マジでマジでマジでやべやべやべ、ドン。よし、当たった。やっぱ口が弱点っぽいな。
どこだどこだ。意外と来そうで来ないね。ん？サム？あ、それは助かる。ありがとう。でもさ、あ、痛い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 。あの3分の1は削ったあとちょい。あそこかな。マジか。これは置くで、もう一度ぶっ放せるか。おほー、すごい。このミサイル止まった。次はどこだどこだ。おお、それはやばいって。あとは、とりあえず撃て撃て撃て。あー、届かないか。ありがとうありがとう。あ、4連ミサイルランチャーはでかいけどないよね。でこれでいらないのを、グレネードも一回置いておいて、やばいね。しかも整理したと思ったら整理しきれてない。
これを。やばい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 。潜るのもしかも結構早いな。なんか背中の色が違うね。ジャンプ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 、とりあえずジャンプ。乗れ乗れ乗れ。このあたり、いやそっちか。いやー、やばいな、ハンドガンしかもなくなってきたの。バッテリー充電しかも切れるか。4年あったね。いやー結構大変だな。
くそー近い。いやなかなか開いてくれないに。反対側へ。やばい、そこはやばい。ミサイル。どこ上やばい。さあ、決まったか？いやーめちゃくちゃしんどい。ほんとしんどい。これはサム、よくやってくれた。あんたを抱きしめてやりたいよ。遠慮しとくわ。さあ、モンスターエナジーを飲んで。カエラル結晶取りますかね。あれ？でもどこに落ちた？そこは違う。うん、ここでもない。あ、あったいやー、ここまで来たねー。
2000ぐらいかな、もらえたのはね。いや、疲れた。さあ、そうだね。じゃあ、今回ここまでしましょう。多分、着いたらミッションっていうか、話が進みそうな感じがするんで、ここまでにしたいなと思います。まあまあ、そろそろもう終わりなんじゃないかなということなんでね。やっと最後を迎えれそうな気がします。あとは多分次回、もし最後であれば、ムービーがほとんど無音になる可能性があるかな。音楽が入るとね。なんでそのあたりも、まあ、考慮した上でちょっとやっていきたいと思いますが、まあ、残り楽しんでいきましょう。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。